ヘックソープ鉄道事故は1887年9月16日、シェフィールドとバーンズリー駅のサウスヨークシャー鉄道のドンカスターから約1.5マイル西にあるヘックソープ鉄道プラットフォームで発生した鉄道事故。プラットフォームはヘックソープジャンクションとチェリーツリー、レインの間の閉塞区間内に位置していたため、駅に信号が設置されていなかった。 この鉄道プラットフォームはシンプルな木造構造で、ドンカスターにあり、セントレジャーの競馬大会に向けて、街に到着した多くの列車からの乗客の切符を集めるのに使われていた。路線の1.5マイル区間の通常の運行は、普通は旅客路線で用いられることのない許容閉塞式で、ヘックソープ分岐点から列車を入れて、分岐点の信号呼気所とプラットフォームの間に2人の、 信号扱いでを配置することで、さらに列車の運行を制御するものであった。この日は2本の列車が区間に在線しており、1本目のミッドランド鉄道の列車がプラットホームに停車しており、2本目のミッドランド鉄道の列車がその後ろで待っていた。1本目の列車が出発すると、プラットホームでの乗車券の回収のために2本目の列車がプラットホームへと侵入した。 3番目の列車は、マンチェスター・シェフィールド・アンドリン・カンシャー鉄道の乗務員が運転するリバプールから春行きの急行列車であり、この乗務員はおそらく他の誰よりも、よくこの路線の運行手順を理解していたはずであった。この列車が、ヘックソープ分岐点にやってきたとき、最初は遠方信号機が停止、続いて場内信号機が停止という現時であった。 列車が今にも停止しそうなくらいに速度を落とした時点で場内信号機は進行に変わりチェリーツリーレインまでは他に信号機が設置されていないことから機関士は震度が開通していると誤認し次第に速度を上げていった公式報告書では一番目の信号扱いでは列車に対して指示を出さず二番目の信号扱いではカフには見えた ものの適切に理解されなかった曖昧な信号を出した。この急行列車は時速35から40マイルで走っていたと報告されており、カーブを曲がった時にミッドランド鉄道の列車がまだプラットホームに止まっているのが見えた。機関士は直通真空ブレーキをかけて逆転機を交代に入れたが、250ヤード以下の短い距離では止めることができなかった。 主席裁判官前のヨークでの運転手と家父の裁判は新たに結成された労働組合 ASLE 会が関与し、その一員を守るために優れた弁護人と携わった最初の大きな訴訟事件であった。陪審員は有罪ではないという評決を返し、主席裁判官は鉄道会社が設置されている中で裁量でないばかりでなく、 不適当で壊れやすいと知られていたブレーキを使用したことを真面目に原因にしようとしていると思えてならないとまとめている。経営陣はすべての安全上の問題について皮が厚く、この場合には会長であるエドワードアトキン卿が主席裁判官が運転手とカフを無罪にしたのは不運であったと発言している。エドワード卿のヘックソープ事故に対する考えにかかわらず、 このすぐ後に、北、アイルランドで起きたアーマー鉄道事故の影響もあって、直通真空ブレーキの使用は終止符を打つことになった。ありがとうございます。